やだ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 。さあ、ついにやってきましたね、この時が。ゴリラもエネルギーアーム発見。ゴリラもついにパッドで、え、どれで拾うんすかこれ。は R2 です。 R2 です。書いてある、書いてあったわ。リロードして、おら、ああ、二マガ、三マガでようやく倒しきれた。何人かパッドの配信者さんの設定を丸々コピーして、で全部試して最後の人になってる気がする。あれ、そうでもないかも。特殊特殊、そんな特殊スキル、どれ。みんなここへ行きましょう。は、スキル打てないんですけど。もうスキル、あ、スキルここか。スキルこれだ。空間転移。パッドでやるのは何点でしょうか。パッドでやるのに意味なんてあるんですか。みんな意味があってパッドで、いや、意味があってパッドでやる人いるな。なんでなんですかね、パッドで。ゴリラなんでパッドでやってるんですか、ゴリラ。やめよう、このボタン配置。誰かと一緒にしましょう。一回マサノリさんのにしよう。一回ゴリラ手でかいからいけるよ。そんなあれなんですか、マサノリさん、手でかい人用のボタン配置なんですか。まずモンハン持ちか普通持ちか決めないと。どうす、そんな急にマサノリさん持ちにします。これだ、よし。なんか何々が楽だよ、何々おすすめですよっていうのを1個入れたら別のところにほころびがどんどん生じていって全く別のボタン配置になっちゃうんですけど、そういう時はどうすればいいんですか。しわ寄せがどんどん出てきて全く別のボタン配置になっちゃうんですけど。マサノリさんに従う、マサノリさんに従うか。今日はエムちゃん悪そうですね。そうですね、なぜか。あ、最初動かないで当てる。動かなかったら当てれますよ、そら。下にやるだけですもん。ほら、え、ほら、え、なめてるんですか。動かなかった。そんなプレデターですよ、ゴリラ。フラトラ行きましょう。フラトラね、フラトラ、あ、いいっすよ。フラトラでも変わんないっす。なんて言ったってプレデターなんですか。プレデターが当てれないわけがない。ちょっと違う違う違う、これはあいつが避けて、みんな見えてないだけであいつ動いてるんですよ。知ってました。はあ、なるほどね、なかなかやるじゃん。救急やりました。救急、はい、救急。死体打ちし、死体打ちしそう。確かに解説してもらえません。いやだ、下手すぎて。いや、解説されるとこまでいけないでしょ、こんな下手な人。もともと解説されない。え、救急、救急うまゴリラ、救急うま、救急うま、なんか救急腕に癒着してる。ちょっと待って。
動いたらダメだ。銃ってどうやって撃つんすか。はいよ。うまっ。やめて。勝手に動かすのやめて。このパッド壊れてる。ウレさん全体的にエイム下にやりすぎだから救急の反応がちょうど良さそう。むずくないですか、リコイル制御。ちょっと一回キーマウで、キーマウで、うん、この感覚で<笑>ウィングマンやりましょう。スカピもつけちゃう。違う、何これ、やめて。勝手に操作しないで。ゴリラの意思とは別に勝手に操作するのやめて。おら、しゃー、やっちまいますか。いいんすかね、ゴリラにパッド使わせたら対面最強でもう20キロ4000ダメージ量産ですよ。エイム君、移行する気なんですか。いやー、まあね、やっぱり世界のトップ選手もね、パッドやったりしてますからね。インペリアルハルさんとかね、強さを求める身としてはね、パッドの移行も視野に入れていかないとなって。ボコボコにしてやりますよ。どうやって、どう、L1 どうこうやめる。よしよしよし。はぁ、落としてるんですけど。L2 ホールドか。あぁ、やばい。え、違う、やめなさい。どう、何で向かってくるの。やめなさい。おらおらおら、ゴリラに勝てると思ったか。リロード、敵を仕留めた。うちらがやだ、何もない。今のレース地面に銃撃ってたけど大丈夫っすかね。どこ、敵はいる。なんかいましたよ今。あ、大丈夫か。おら、あ、なんかいる。おら、おら、いいぞ、意外と。おら、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 よし、最高、舞台を丸ごと。え、強すぎません。ゴリラ上かく、奥に。あ、なんだ、やめなさい。そういうこと、そういうことしないと。こう。リロード中だ。で、違う、どうやって戻る。あ、回る。ヘビアも20発しかない。痛い。いや、そんな。初心者狩り。この悪魔。あ、違う、何これ。あ、で、こうして。あ、セル持ってないんですけど。持ってるやんけ。なんでセル自動的に使ってくれないの。やめなさい。ゴリラを撃つのは法律で禁止されています。リロード中よ。浮かぼうじゃないか。シールドリチャージ中。新しいキルリーダー、注意しないとね。やめて。やだ
やばやばやばって言ったのに、あー何それ、弾がまっすぐ飛んでる。あーやばい、頑張れ。あーどんまい。いやすごいでしょ、380ダメージも出てますよ。